デラ台風は1949年6月に鹿児島県に上陸し九州を縦断した台風である。九州、四国地方を中心に特に船舶に大きな災害を及ぼした。進路図1949年6月17日、米軍機によりフィリピン東方沖にて台風2号が発見された。台風は南西諸島に沿って北東に進み20日に沖縄、 奄美大島、薬島を順番に通過し、北に震度を変えて23時過ぎに、鹿児島県鹿児島、その後九州を北上し、津島海峡に出て、朝鮮半島の東で停滞し、温帯低気圧に変わった。台風が接近する前の18日から梅雨前線の活動が活発化し、九州や四国、近畿や東海などの一部では、飛行水量が200ミリメートル以上という大雨と、 なった。愛媛県では、宇和島市で、秒速29.2メートル、里見崎で、秒速38.5メートルの最大瞬間、風速をそれぞれ観測している。被害は、九州から東北地方までの広い範囲に及んだが、台風が上陸した鹿児島県で特に大きな被害となった。また、宇和海で、多数の漁船の遭難や、文字、高浜航路の旅客船、 青葉丸の巣王灘での沈没などにより、多数の死者が出た。青葉丸転覆事故も参照寺台風で被害を受けた、愛媛県西岩郡伊方村の下州海岸湖の台風により、死者252人、行方不明者216人、負傷者367人の人的被害が確認されたほか、十火全壊1410棟、半壊4005棟、 床上浸水4627棟、床下浸水52926棟などとなっている。上海では創業中の漁民が多数犠牲となった。上海全域は不良が続いている状態で多少の悪天候である無理を押して失業しなければならなかったことが被害を大きくした。死者、行方不明者は211人。日降り島での被害と保障。 編集中でも日ブ島での被害は甚大で、当時の人口、約2300人のうち106人もの死者、行方不明者を数えた。この台風では、廃業、倒産した見主を除き、100名の死亡、行方不明者の遺族が6万から10万円の保証金の支払いを受けている。戦後4年しか経過しておらず、使用者の労働者に対する保証責任という概念が乏しかった時代に、 このような円滑な保障が行われたことが異例であり、以下のことが理由として挙げられる。役場に法律の知識に詳しい管理がいた。遺族会の結成が円滑に行われた。使用者側に復興資金が供与された。使用者側の保障に対する理解を得られた。その後、日振島ではデラ台風の3回期に死者を供養する盆踊りの苦絶を作っている。日振島の最北。 沖の島に遭難者の名前を刻した慰霊塔が建設されたのは13回機のことである。川崎汽船の旅客船青葉丸は警報を受けながらも、協議の上6月20日21時に高浜港を出港、21日2時半頃、大分県姫島付近で転覆、乗員44名と乗客97名が死亡、または行方不明。救助されたのはわずかに、 数名であった。台風の震度が急に変わったことも、去ることながら、加えて、梅雨時に台風は来ないという言い伝えが信じられていて、警戒感が欠けていた中での襲来だったことも、被害を大きくした。ありがとうございます。